Hangers, じゃあこの腐敗したセリフ枠をやりますね。あの事前に皆さんからセリフね、上力一に言ってほしいセリフを、募集してあるので、それを、全部編集しながらね、やっていきましょう。全部一つ残らずね。まずここにセリフが出ますね。おい、セリフって出ましたね今ね。まず、1個目のセリフが、こちらですね。悪い子だ ね。多分もうちょっとあのかっこよく言わないと、悪い子だねじゃダメだからね。もうちょっとかっこいい、どうします、何が悪い子にします、何が悪い子にしましょうかね。なんかいいのあります、ありますっつって今俺は1個思いついてんだけど ね。こうしようかね、尿のキレが悪い子だねにしましょうか、ね。こんな、ね、これがあと100個あるからな。はい、次、子供を1人や2人、さらうのは簡単だけど、君の心をさらうのは難しいなというね。いやね、1人や2人さらうのむちゃくちゃ大変だぞ。重てえから、まず子供ってね、子供ってあの見た目体重より密度がなってなってるから、おお重てえってなる。あれをあのビスケットオリバーがデブの彼女をあれしてる時の気分になる。重てえ、重てえ、重てえっつって。ね、だからね、これ、ね、ましてや2人、1人や2人、2人なんてあんたさ、もうさ、だ手つないでいかないといけないしさ、もう大変だよね。途中でさ、ちょっとなんかブックオフ寄ったりしないといけないしさ、ね、なだめすかすためにね。これ買うって。ベイブレードの漫画買う、デンジャラス爺さん買うっつってね、なだめすかしたりしないといけないからね。だからなんだ、だから子供を1人や2人さらうのは、超大変にするからね。超大変で手が回んねえにするからね。だからあれだね、子供1人や2人さらうのは大変だから手が回んねえ、これで。これさ、今真面目に喋ってる時のね、滑ってる感が怖い。はい、次、これ、あなたお帰りなさい、ご飯にする、お風呂にする、それともみたいな人妻風のやつ。これがね、なんか何通か来てるんだよね。見て僕を。よくこれをね、言わせたいと思ったもんだよね。うん、だからどうしよう、あれかな、 F を際立たせようかね。だからあれだな、あなたお帰りなさい、ご飯にする、お風呂にする、それともお布団。つまんない。ダメだダメだダメだ、今のところ3勝3敗じゃないかこれ。オフランにする、それともお布団。俺さ、あれ嫌いなんだよね、お布団のことはなんか半角のカタカナでさ、オフトゥンっていう、あのユーモアさ、全然面白くないなって思ってさ、なんか、ね、オフトゥンが君を待っている、全日本帰りたい協会みたいなやつ、なんだのあれ、布団の方が面白くない？だって漢字で書いたら布の段って書いて布団の方が完全に面白いのにさ、なんでわざわざね変な方向に行くのかね。蜂蜜食べたいな、渋いお好みで。蜂蜜、これプーさんだよね、熊野プーさんね。熊野プーさんさ、今あれ実写もう公開してんだっけ、あれ実写やってるよね、プーさんね。俺予告編しか見てないけどさ、プーさんの声、喉ぶっ壊れすぎじゃない？完全に吹き替えのプーさんのさ、いやー僕プーだーよってやつで予想してたらさ、字幕版のプーさんさ、トシバロベンアップー。どうしたって。クリスファーロベン。アップー。そんなぶっ壊れの喉だと思って、ね。プーさんも老いたっていうことなのかで、ね。しゃがれしゃがれでびっくりしちゃってね。本当に。あちみつ食べたいな。クリスファーロベン。こないだ、吉野家行ってきたんですよ。吉野家。もうね、バカかと、アホかと。関係ないね。吉野家コピペもね、リクエストで来てたんですよね。どんどん行きましょうね。クリスマルベン。ツボなんですよね。次。好きだよ、なんて冗談だよ、ということでね。
ね、なんかいいですね。こういうセリフがね、いっぱい来るかなと思ったら、結局ルイズコピペしか来なかったからね、ショックだったんだよね。何が好きにする？冗談であってほしいような好きなものってなんかありますかね。あれか、坂上忍が好きだよなんて冗談だよ。これは冗談であって嬉しいよね。井上光造が好きだよなんて冗談だよ。ギリギリでいつも生きていたいから、あー重い。はい、次、ね、笑顔にしてやろう。これはいいですね。これなんで笑顔にする？何されたらみんなは笑顔になるんだい？なんだろう、まぶたを裏返す芸で笑顔にしてやろう。一番レベルの低いやつね。耳たぶを耳の穴に全部しまうやつで笑顔にしてやろう。相当舐められてますね、この人ね。肘の皮をつねっても痛くないやつで笑顔にしてやろう。相当舐められてるね。次です。これくらいのね、小笑いが続くよ。はい、ざるそば一つそば抜きで、もう面白くないですね。面白くないですね。これどうしようもない。もうせっかくだから、もう一番つまんなくするか、一番つまんなくするかね。ざるそば一つそば抜きで、せいろせせせせいろ。突き抜けてつまんないで、ざるそば一つそば抜きで、いやせいろせせせせいろ。はい、満足かね。どんどん行こうね。次。いっぱい食べる君が好きね。あ、これはねみんな言うよね、うん、最近いっぱい食べれなくなっちゃってさ、もうなんかね、お腹すぐパンパカパンになっちゃってさ、ギリギリまでお腹減らしてから食べるから余計お腹パンパカパンになっちゃって、なんかもうね、ずっとね胃の具合が悪くてさ、辛かったんだよね。ブログのブログの近況報告をしてしまった ね。いっぱい食べる君が好き。ねえ、何を、ね、虫か、やっぱりな、ね、いっぱい虫を食べる君がパリピにするか、ね、何陽キャ、ね、いっぱい虫食べる君が陽キャ、ね、今ね虫って言ったらね、変換候補に虫丸 Q が出てきてね。本当に俺はどういう暮らしをしてるんだろうね。次ですね。はい、懇伝永年資材の懇伝永年資材の懇伝永年懇伝永年資材の歴史ですね、うん、あの歴史があのサンボマスターのあの人を呼んで歌った曲でね、田んぼマスターっていう名前にしてね、そう歴史のアルバム出ましたよね。そういえばね、あれ買いに行かなきゃなと思ってさ、俺あの鬼太郎のエンディングがすごい好きでね、今やってるね、あれ超いい曲ですよね、あれね、あれ超いい曲ですよね。はい、ブログですね。さあ、なんかどんどん俺バケの皮が剥がれてきてないかこれ。とうとうブログしか言わなくなってきてね。はい、はい、次、ね、お、ようやく守らなければ、あ、ちょっと待って、これはもうあのもう最初からかっこよく言うわ、ね、ようやく守らなければならないものができたんだ、爪だ。変なおじさんが言ってたっていうね。もう一回言っていい、気にしちゃった。ようやく守らなければならないものができたんだ、爪だ。いいな、もうこんくらいでゲラゲラ笑い転げたいけどね、まだ 8時40分だからね、今俺ね、ほんと26時のつもりでやってます ね。はい、次、あ、マジになっちゃってバカみたいっていう感じのセリフね、あのたけしの挑戦状的なね、うん、これどうします、ハマジにしますかね。ハマジになっちゃってバカみたい、ね、おいさくら。どんなの、ね、バカみたい、ね、次、雑種、これどういうことなんだろうね、なんか雑種っていう風に言われてなんか蔑まれたいみたいなあれなのかしら。あ、じゃあこれにしましょうか。
ザッシュザッシュザッシュキックエンドザッシュしょうもねえザッシュザッシュザッシュキックエンドザッシュ2回言いてえないやいいやこれな、ね、どんどん行きましょう。 おはよう、めちゃくちゃイケボでちょっとささやく感じでね、どうしましょうね。おはよう、おはようはもうボケようがねえな。おはよう、おはようじゃなくしていいもん、うん、4文字変えていい、ね、うん、ちょっと似てるしょ、ね、野田総理おはようと野田総理で踏んだんですよね俺追い詰められてんのかな今あ、そっか、オハイオークシャーテリアがあったか。うわー、もうね、ヨークシャーテリアを過去に葬ってね、何が野田総理だよバカがよ、ね、ダメだよ、もうコメント欄の知恵をね、 今からもう一回やり直していい。もう一個あんのよ、あのキリコの挨拶ね、これあのおはようドラン光ってやつもあってねやや鷹の卵ねおはようドラン光さあ、野田総理とヨードラン光どっちがマシかね、これは今日の宿題です。次、あ、先日のリプライをねいっぱい返した大会の時に、なんか慰めてくださいみたいなリプライが来たんで、文脈が読めなかったからとりあえずあの案外どうにかなるぜっていう風に返した。それがなんかすごくいいと思ったんで、可能であれば聞きたいですという風にね。なるせにするかね案外どうにかなるせ嘘嘘嘘嘘嘘嘘、案外どうにかなるせ、あ、おいしょうたです、案外どうにかなるせこれ内緒にしてくださいね。次、これね、世界中の子供たちに愛と勇気をね与える前提で、まず怖がらせるだけ怖がらせてあげちゃうよーん、一生残る恐怖と衝撃で一生残る愛と勇気をねって。これさ、あれだよね、藤高ジュビロだよね確か、違ったらごめんね。あれだな、あの人もそうだ、あれだ、鼻に丸いやつピョンってついてるからさ、あれだね、ピエロですよね。あのピエロの中ではね、あの人かなり徳の高いね、非常に高い位にいる人です。もうハゲのピエロの中では一番偉いです、ね、2位がニコラス・ケイジ。いやーね、やっぱりすごいですもん、あの人ね。僕もね、今総合で壊すべしだけはね一生懸命読んでますね。で読みません。次、受験頑張れ応援してるよね。これはなんかね、やっぱり10月ね、受験も追い込みシーズンということでさなんつうかね、同じ感じでね、なんか応援メッセージをください受験生にっていう、受験生の常時に応援メッセージくださいってね、大学受かればもう何とでもなるぜみたいな感じのやつお願いしますっていうの来たんだけど、あのさ俺に頼むかい落ちたっつってんじゃん大学さ、ノーカレッジ、ノーキャンパス、あー、ノーユニバーシティ、なー、ね、そういうね、暮らしね、なんかね、知ってか知らずかね、もう異常に残酷なね、残酷なやつがいるね。なんで、もうね、普通にね、読んでる場合じゃないんで、これにしよう、ね。受験ね、これにしましょう。ひどいよね、お互いさ。はい、次。あー来た、出た、うわ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 、出たよ。ルイズコピペはね、結局ね、4、5通来てたよ。一個はね、ルイズのところがね、リオンうわーに変わってたね。うん、よりモチベーションの低くなるやつで、ね。まあさ、なんかさ、多分これを送ってくる人っていうのはさ、そのなんか企画の趣旨がどうこうとかよりもさ、もう反射なんだろうね。投稿フォームがあったらルイズコピペを貼るみたいなやつとね、あとはあれか、前例があるからね、ルイズコピペを一生懸命読んで受けた人がいるからね、それにあやかってってさね、なんでわざわざその強制的に人に
2匹目の土壌を救えと言われにはならんのかという気分で、じゃああれにしようか、ね、COO のルイズコピペにするか、ね、今日も元気に頑張っちゃルイズ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 ワーン、ああ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 あルイズルイズルイズワーン、あーくんかくんかスーハースーハーいい匂いだなーくんくん、エキストラの人だったのかなあの人たまたまいたからちょこい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 って言われた人なのか悪い子はさらっちゃうよ、ね、もういかにもね、いかにも僕がね言うやつね、悪い子はね、結局さ、あの悪い子になるとさっきのあの尿のキレがになっちゃってさ尿のキレが悪い子をさらってる場合じゃないんだよ何じわっとしてるやつをさらってんだって話、なんかね、他になんか悪い子悪いのあるか、ガンマ GTP が高い子はもうさらっちゃうよっていうね、600とか言ってる人はもうさらっちゃうよっていうね、俺相当おじさんをさらう羽目になるけどね。あ、いいね。死んだんじゃないの？あ、死んだんじゃないの？モリアーティ教授死んだんじゃないの？っていうね、あのね、厄介なシャーロッキーやね。死んで、生きてたの？モリアーティ。次。生きてて偉い。これ生きてて偉いってさ、なんか、誰の、ネタなんだっけ？あ、さっきのコック川崎会死んだんじゃないのって、そうかそうか、俺ねコック川崎を通ってないのよ、星のカービィのアニメをね通ってないからね、コック川崎のネタがね通じないからね、何にも通じないんだよ僕は実はね知ってることしか知ってることしか知らないからね。でそう、この生きてて偉いもなんかのあれだっけ、なんかね褒めてくれるんだとりあえずね、なんか皇帝ペンギン的なあれだな、生きてて偉い、だからモリアーティ教授生きてて偉いにするか生きてて偉いっていう、ね、復活を望んでいた方のファンね、あーよかった、死ねなかった、両方死ねなかった、滝で死ななくてよかった、生きてて偉いモリアーティ教授ってはい次ね、おなんかちょっとね、いかにもこのね夢感のあるね、お前俺の、おお、かっこよく言うとこだったね、こうしましょうね、お前俺の母ちゃんの奴隷だからなジャイアンが言ってたってね、お前俺の母ちゃんの奴隷だからな、俺もだけどっていうはい次、音ゲーみたいなこと、音ゲーっていうのこれなんか言ってください、夢女児です、このハテナは全部ハートだったんですよね、多分ね。音ゲー。だからあれかな。おついちみたいなことにするからね。ゴス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 読んだことないっていうね。おついち。はい、次。これはいいですね。なんかいろんなシチュエーションが想像できますね。ありがとうとごめんねの二言だけでね。何しようかな。拭いてくれてありがとう。漏らしてごめんね。あ、いいですね。拭いてくれてありがとう。漏らしてごめんね。はい。いいですね。ようやくなんかで、ね、いいやつ出ましたね。次。誕生日おめでとう。ね、いや、俺も、ね。誕生日おめでとう。ね、そう、あの、何日か10月1日は誕生日なんで、お前はどうか知らないけど、私は誕生日なんで、あの、祝ってくださいみたいなやつがあったんでね。うん、じゃあ、もうみんなで言うか、せーので、ね、僕と世界中の今日誕生日のみんなにもう言うやつやるか、ね、せーので多分全員言ったら、ちょっと耳澄ましたら多分聞こえるから、遠くから、ね、行くよ、せーの、あんたおめでとう、言えよ、はい、ね、陽キャですね、陽キャですね次、メビウスライトソフト、13番一つくださいということで、うん、なんかね、何個かあるんですよ、このね、コンビニに来たジョー力一、あるいはコンビニ店員のジョー力一シリーズね。コンビニで働いてる僕は多分ほぼあのゴージャスだけどね、
メビウスライトソフト、あ、13番一つください。普通に言っちゃった普通に言っちゃったやっぱジジイにしようかね。わがまくれよ。わがま何番わかんないよ。見えねえんだよ。わがまわなそなわそこじゃねえ。厄介ジジイね。はい。ね、いっぱいチキね、あれですよね。大塚包丁ですよ ね。僕のお得意の偽包丁で、ね、いっぱいチキ、いっぱいチキっつってね。あれなんかちょっと期待してたやつと違わなかった。なんか普通になんか渋い方の声でいっぱいチュギって言ってほしかったのが、なんか乗っちゃったのかさ、なんか高い方のチョケの声でいっぱいチュギって言ってて、なんか違うって思っちゃったよねっていう、ね、はい次、ね、お母さんっぽく、まだお母さんシリーズですね。お母さんっぽく、おかえり、手洗ったって言ってください。なるほどね。なんか僕をさ、家庭に閉じ込めようとする勢力がいるよね。何なんだろう、不思議だよね。じゃあこれにするか。おかえり、手洗った、真水でちょっと怖いでしょ。真水以外の選択肢あるんだっていう。おかえり、手洗った、真水であ、出た。生き埋めされた設定で助けてと言ってくれませんか。なんかね、このね、何個か来てたのよ、同じようなやつがね。なんかとにかくもう僕が死にそうになって助けを求めてる声が聞きたいっていうね。助けてつまんないわ。もう生き埋めされてこれ助けてって言ってる場合じゃないもんね。包丁に責任を取らせるんじゃないよっていうね。なんかね、生き埋めされたいらしいね。やっぱりね、スーツが白いからやっぱり汚したいっていう、そういうやつもあるでしょうしね。あのウルトラマンがさ、なんか泥まみれになればなるほど興奮するみたいな人いるじゃん。なんか、ね、いっかそんなこと。時間的にもうこれが最後にしましょうかね。最後か、なんかもうちょっといいやつねえかな。こんなんしかねえや。頭に北半球ですね。あ、スーモ、どんどんどん、いろんな物件いっぱいあるね。今日飲み会でみんなの前でゲロ入っちゃった私に励ましの一言ください。いやね、いや、笑う、面白い、すげえ可愛いじゃんね。飲み会でゲロ吐いちゃうね。なんでね、今日はあの、封印してたパーコをね、最後に披露して。何吐いてんの、麺かな。じゃあ、今度こそ本当にラスト。ね、これでね。眠れない？では、私と一晩中起きてようか。それでもきっと、夢を見られる。これ多分途中で寝てるよね、多分ね。知らないだけでね。4時半くらいに。あ、ごめん、寝てた。あ、寝てた、普通に寝てた。夢見ちゃってたって。そういう時あるよね。なんか、宅飲みとかでね。はい。じゃあね、セリフ枠ね。割とね、頑張ったけど、まだまだね、消化不良だけど。あ、最後、これだけやらして。忘れてた。バンダイナムコ。いや、これね、今日対象。対象です、これ。バンダイナムコ。よくぞ、これを送ってきたね。アニプレックス、ティー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 リティーティーティー。おいおい、銀魂の DVD が発売されてんじゃねえのー。アニプレックス。ね、はい。以上です。ありがとうございました。というわけで、じゃあ今日はね、この辺で、お時間となりましたのでね。また次回の配信はね、もうちょっとね、短いスパンでやっていこうと。今日はそんなになんか遅延も、大してなかったのかわかんないですけれどもね、良かったですね、うん。今日は10時からかな、シーズン2期第3弾の、夢追いかけるくんの初配信がございますね。夢をかけるくんね、ミュージシャンの夢をかけるくん、伝説の無観客ライブをやるらしいんで台風もなくなったけども、関係なく客0人のライブをやるということで、ね、
よければね、客ゼロ人にしてあげてくださいという形で。それでは、今日はこの辺りで、終わりといたしましょうね。というわけで、次回もキリコと地獄に付き合ってもらう。おしまーい。